午後5時過ぎ、投影しております図に示す会場建設費は最大で2350億円必要となっております。万博の運営主体である博覧会協会が大阪府の吉村知事や自見万博担当大臣などに会場建設費がおよそ2350億円に上振れすることを伝えました。大阪・関西万博の会場の建設費は当初1250億円とされていました。しかし改めて精査をした結果、当初の想定より600億円の増額となります。3年前、会場の大屋根の設計の変更などで当初の 1.5 倍となる最大1850億円に増額。これが何度もこう増加するとなると、これやっぱり不妊指示のどうなのという話になりますので、これが増加の話としても最後。この時、大阪府の吉村知事はこれが最後と強調していました。しかし先月、国内のパビリオン等、そういう金額の推移も見たりしてますと、やっぱりかなりきつきつかなと、相当程度の額が積み増されると思います。資材の価格や人件費などの高騰を踏まえて、再び会場建設費の精査を行うことになりました。そして先ほど、博覧会協会は精査の結果として、今後も続くとみられる資材の価格や人件費の上昇分などおよそ500億円を上乗せして、2度目となる増額を正式に伝えました。会場建設費について500億円増のですね、2350億円が必要となるという精査結果となりました。今後適切な執行管理を実施をしてですね、支出が最小になるように努めてまいりますが、500億円の増加をお認めいただきたく、ご検討をお願いいたします。そもそも会場の建設費は国と大阪府と大阪市、それに経済界がそれぞれ3分の1ずつ負担するルールです。つまり3分の2は税金から支払われることになります。2度目の増額により私たちの負担もさらに増えることになりますが、これについて街で聞いてみると、額が額なんで不満っていうよりも、ちょっと不信というか不透明かなっていうのはちょっと思います。あんまり盛り上がってない感じだから、税金から取られるのちょっと嫌かなって。行った時にどれだけ楽しいものが提供されるか次第かなとは思いますね。まあ意味もなく増えるのは困るんですけど、ちゃんとその説明があればいいのかなっていうところはありますけどね。3分の1を負担する経済界の受け止めも様々です。2019年の上半期から急速にいろんなものが上がってきましたですね。それはもうコロナでさらに加速したという、こういうことが背景にありますので、誰が悪いとか彼が悪いとか、こういうことよりはもうそれに打ち勝つだけの知恵を出せるかと、協力できるかということにかかっていて、早くその進捗をですねして、建築会社との契約を結べばそういう問題も起こらなかったんじゃないかなと。全体をコンディネートする、そう慣れたところがいないと、ある面で失礼かもしれないですけど、寄せ集めでやってられるんで。万博の開催まであと541日。会場建設費の増額は、これが本当に最後になるのでしょうか。開催まで1年半余りなんですけれども、またこの建設費というのが上振れしたということで、経緯まとめています。はい、膨らみ続ける会場建設費とありますが、当初は1250億円と見込まれていた、それが2020年に600億円上振れする形で、この1850億円という見込みが出た。
この2020年にさらに500億円上振れする形で今日この2350億円という数字が出たんですね、うん、じゃあなんでこんなに上振れするのか、その要因、博覧会協会はこのように説明しました。会場建設費の増額、要因は3つ、大きく分けて3つあるんだと。1つ目は物価上昇による資材費の上昇、2つ目は人件費の高騰、3つ目は予期せぬ事態に対応、まあ、これどういうことかというと、さらなる物価上昇したら、まあ、どうするのか、自然災害が起きたら、まあ、こういう時に使うためのお金だということなんですね。でこの報告会の中で吉村知事の発言がありましたのでお聞きいただきたいと思います。じゃあ一体この1850億円 の、 この工事どれほど執行されているんですか、一個一個の項目見たときにどれほど執行されているのかというのもよく今説明だけでは私には分かりません。そしてまあ、そこをスタートラインとした上で物価上昇を、まあ、もちろんこの資料にもある通りこの2年でですね 30% ぐらいの物価が材料費も含めて上昇しているじゃないかというこの社会情勢はもちろん分かるんですが、ここで527億円、そして資材価格は443億円、労務単価84億円とあるんですけれども、この内訳についてもですね、詳細は確認させてもらいたいと思います。それから丸2の、はい、という発言でしたが、まあ、吉村知事、詳細については一度事務方において確認して改めて博覧会協会に質問したい、うん、今の段階で認める認めないとは判断しないという発言がありました。ただこれ3年前のこの上振れの時は吉村知事、まあ、これが最後だと、上振れはこれが最後だというふうに強調していたこともあったという中でこの発言が今日あった。では続いて万博について継続取材をしている大阪府庁の原キャップと中継を結びます。増額されたこの建設費について果たして国そして大阪府市が負担できるのか気になりますが、どうなんでしょうか。はい、私の後ろにあるこちらの部屋で現在も吉村知事の囲み取材が続いています。今後負担をするのかどうかなど記者から質問を受けているところです。で建設費の増額について博覧会協会の幹部は資材価格や人件費の高騰を積み上げていて国や大阪府市の精査にも耐えうる数字だと話しています。で今日も吉村知事は建設費についてなぜ上がったのかこれから精査をする意向を示していましたが、一つハードルとなるのが大阪府議会です。というのも府議会は前回1850億円に上振れしたときにさらに上振れをする場合は国が責任を持って対応することという意見書を可決しています。府議の一人は引き上げが致し方ないという声は全くない、揉めると思うと話しています。今日ようやく上振れ幅が見えたところですが、政府や大阪府市が腰を据えて国民にどう説明していくのか、これから正念場を迎えることになります。そういった中でこの増額の理由などを国民に説明していく、納得してもらうにはかなりこうハードルが高いと思うんですが、この報告会というのもかなりこれ重苦しいムードだったんですか。そうですね、リモートで行われたということもありまして、まあ、非常に淡々とした雰囲気だったんですが、まあ、一つ一つ細かい点知事市長からも確認がありました。でただ今日この報告会を見て私一つ気になったことがありました、はい、前回3年前に1250億円から1850億円に金額が上振れした時なんですが、これを報告したのは当時就任したばかりの井上万博大臣でした、うん、そしてその後に大阪府市や経済界に自ら赴いて負担増を説明していたんです。それから今回は博覧会協会が報告という場を設定して申し訳なさそうに大臣と知事、市長、経済界に上振れの説明をするという形でした。協会の内部からは国民に説明をするのは政治家の役割のはずなのに嫌な仕事を押し付けられたという恨み節も聞こえまして、国民の負担が増える中で説明責任のあり方を今後考える必要もあると思います。はい、原記者に伝えてもらいました、まあ、リポートの最後にもあったんですが、この負担が、まあ、増額する分その負担というのは国民にね、神崎さん
のしかかってくるというか、そういうところもある中です、ね、そうですね、まあ、その増えた500億をまあ誰が払うかっていうのはそこは決まってないんですけども、今までのルールで言いますと、大阪府市で3分の1、はい、国が3分の1、経済界が3分の1なので、まあ、例えばですけども、うん、大阪市民の一人したらですね、はい、要は自分が市税も払ってるし、府税も払ってるし、当然まあ国にも税金払ってるので、うん、要は税金で3分の2まか、うん、ね、賄わなあかんかったら、はい、市民にとってはなんかものすごく負担が多いような気分になる人もいると思いますし、例えばなんですよ、これあの愛知県の愛知万博の時なんかは、実はあの当初予定よりも100億ぐらいまあ上振れしたんですけども、その時はもう住民負担じゃなしに、例えばですけども、そのボートレースのお金であったりとか、あとは寄付金であったりとか、あとは企業の協賛金で、その増えた100億分は住民に負担させずに、まあその民間からのお金で賄ったようなケースもあったりするので、まあ今回はね、額が額ですので、まあなかなか、まあその民間って民間もこんだけ出してますので、例えばですけども、あの府議会が言ってるように、まあ国に負担してもらうでと、やっぱなるべく地元負担というのはあんまりこれ以上ないようにしてほしいなというのは、まあ気持ちはありますけどね。まあ、この建設費の上振れの問題、これは問題としてあるんですけれども、あの万博が行われるあの現場の夢洲に昨日取材に行ってきたんですけれども、あの建築担当の方にお話聞くと、このまあ後期に間に合うように一生懸命作業されていて、で万博に関われることっていうのを誇りに思ってるんですってお話をされている方もいらっしゃったんですね。だからその現場の方々のこの思いに触れた時に、本当の意味で国民に納得してもらえるように、理解してもらえるように開催できる万博であってほしいというのを私は強く願います。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。